だ、戦隊ものみたいな。ギヌ特命隊。何そのギニュー特戦隊みたいなやつ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでまたまた宿舎に戻ってきたけども、隅沢先生帰ってくるの早くない？モモポート使いよんかな。お帰りなさいます。はい、おやすみします。おやすみなさい。お、なんだ、捕獲されるんやないん。あなたを風紀タワーにご招待します。ご招待じゃなくてもう拉致よね。確実に助けに行かんといかんってことか。なんか学園長室で話があるって言ったよね。よし、とりあえず投稿しましょう。学園長室に行ってその時にエマちゃんの話聞くってことかな。多分もうおらんくなったことは把握しとるやろう。学園長。ガウガウガウ。ナイちゃんはもうこの先出てくんのかね。エルゼメディキアしか名前あっとんかな。フリースタイルタイム。お、部室からや。学園長室に行こう。学園長室、学園長室。学園長室ってさ、あれじゃない、エレベーターからじゃないといけんかったよね。確か。確か。よし。行きましょう。もう来とるかな、隅沢先生。ん？おらんやん。お、おった。何？隅沢先生が二重スパイ？なるほどね。やけん向こう側にもおったと。うな重が酸っぱい？そんなこと言ってないよ。二重スパイ？敵に協力するふりして実は味方だったってこと。これエマちゃんのことはまだ把握してない感じか。普通に投稿したと思ったんかな。おほほほほほほ。うん、その通りだ。なんでそんなめんどくせえことを。仕方なかったんですよ。私、宇宙人に強い妖力を持った特殊な人間だと見抜かれてしまいました。危険になった私は N 星人の手下になったふりをしてしのいでいましたが、 N 星人からは皆さんを自滅させるために怨霊を凶暴化させる指示を受けまして。で、それはきっちりやっていたということか。しかしながら私、その指示を逆手に取ることを思いついたのです。どういうこと？逆手に取るって？怨霊と戦う皆さんが急速にレベルアップできるように微妙にパワーを調整しながら怨霊を凶暴化させていたのです。でも凶暴化はさせとったんやね。怨霊の凶暴化を調整？だから私たちはメキメキと妖力を身につけられたってこと？すごい真相だね。学園長はこのことを知っていたのか。黙っていて悪かった。何分慎重にことを運ばねばならなかったのだ。そして皆さんにもう一つお伝えしなければならないことがあります。うん、なんだ、エンラ先生のスリーサイズか。なんでそういうことになる。そんなわけないから。入りなさい。来る星ないよ。もう何、味方側に来たってこと？放棄したんかな、操作するの。彼女は偽物だったはずでは。そうか、本体はエルゼメキアだったもんな。じゃあこいつは、言いにくいな。警戒するのも無理もない。だが彼女は我々の味方だ。あの崖の上から眺めをた時からそうやったってことかな。どういうこと？じゃあ助けてくれたらよかったのに。まず私のことについてお話しさせてください。これはアンドロイド。私は平和で豊かな星アンドロメダオスのプリンセスでした。そこはとても美しい星でしたが、 N 星人に侵略され滅んでしまったのです。私は
なんとか脱出に成功したものの、自分だけ生き延びたことが恥ずかしかった。唯一の生き残り。だから私は N 星人を追って地球にやってきたのです。せめてもの償いに N 星人の侵略からこの星を守るために。いやけど操作されてしまったと。じゃあ私たちのことを守ろうとしてくれたってこと？めちゃくちゃいい人じゃんか。私は黒星ナユと名乗り、地球人としてこの星の様子を伺っていました。ところが侵略部隊のリーダーエルゼメキアに存在を悟られてしまった。彼女は私を捕らえると自らを憑依させて私に成り代わったんです。アンドロイドはアンドロイドなんよね。そして風紀委員長クルホシナユとして堂々と学園での生活を始めました。なるほどな。そうやって俺たちの知るクルホシナユになったということか。ところがエイリアンを吸い出す装置が開発されていることを知ると、私そっくりなアンドロイドを別の人間から操る形でクルホシナユを演じ始めたのです。あ、この子はアンドロイドじゃないんよね。元からアンドロイドなわけではないんや。ちゃんとクルホシナユはクルホシナユでおるね。それで Y 剣の装置が効かなかったのか。なるほど。そして用済みとなった私自身は風紀タワーの中に監禁されることに。あれ、じゃあ今入れ替わりとしてエマちゃんがおるってこと？ですが薄見沢先生が敵の隙をついて助けてくださったんです。イヤホン。めっちゃドヤ顔。薄見沢先生が意外にアグレッシブ。うん、すげえ忍者みたいじゃん。おほほほほほほほ、もっと褒めてもいいんですよ。調子に乗っている。私は私の故郷のような星をこれ以上増やしたくありません。どうか私も N 星人との戦いに協力させてください。これとは別にアンドロイドの来る星の絵もどこかにあるってことやね。今あいつらぶっ潰せる手がかりが増えるなら文句なんかないっしょ。うんうん、反対する理由がないよね。これからよろしくな。エマちゃんのことはいつ知らされるんやろ。皆さんありがとうございます。まだみんな把握してないようだ。お、今か。学園長大変です。エンラ先生、そんなに慌ててどうしたんだよ。風紀委員からこんなことがあって。エマさんが風紀タワーに連れて行かれたという目撃情報が。目撃情報か。何？エマさんが？だが風紀タワーということは、おそらくは天海エルナの指示によるものかと。おのれ宇宙人め、お前たちどんな手を使っても構わん。何としてもエマを取り戻すのだ。またか、なんか3回目ぐらいじゃないこれ。人質を取られている以上手荒な真似はできんぞ。いいえ、逆にチャンスかもしれません。どういうことだ？皆さん、お忘れじゃありませんか？エマ大王が。エマさんの中に誰がいらっしゃるか。ね、エマ大王！そうです。完全復活を遂げたわけではありませんが、エマさんの身が守れないほど弱られているわけじゃありません。なるほど。敵も人質を取ってるってことで、油断してるはずっしょ。つまり、どうすんだ？エマ大王が把握してないってことかな？ズバリ、正面突破です。マジで？いきなりの襲撃に敵は混乱するはず。その隙に、エマさんを助け出すのです。まあ、向こうからの果たし状じゃないってことは、まだ情報が漏れとることは把握してないってことだね。なんだ。ならいつも通りってことだろ。まあね。そう言われればそうね。いやいや強引な作戦だが、背に腹は変えられん。諸君、エマを頼んだぞ。風紀タワーに突入するのだ。了解。おお。響けメタル、友への誓いを果たすとき。いよいよ敵の本拠地に殴り込みってわけだな。千秋がメインなのか。腕が鳴るぜ。しっかり準備しなきゃね。今のところそんなに喋ってないような気がするけど。なんで毎回エマなんだろうな。確かに美少女ってことなら私でもいい。風紀タワーには飛んでいけんかったんかな。あ、こんにちは、どうも。挨拶できんかったけど、まあ風紀タワーはモモだよ。どこかしら。
まずどこかしら。あれ？あ、これか、風紀タワー。あー、飛んでいけない。なるほど。普通に歩いて向かっていくしかないわけですね。向かってこ、向かってこ。てか今ね、アースウォーカーで設定しとんやけど、何やった？ちょっと技の名前忘れたけどさ、飛べるやつ。あ、ここやんね。はい、来たー。え？あ、そっか、これで受けんといかんってこと？入れんかった、全然。激突、風紀タワーの戦い。エマが風紀委員会によってさらわれてしまった。目的は不明だが、アマメールナの仕業に違いない。敵の本拠地である風紀タワーに奇襲を仕掛ける作戦で、敵が混乱している隙にエマを救い出そう。お、風紀委員の誇りが10個も。そびえ立つ権力。なるほど。このミッションじゃない。ミッションに挑戦します。そう、で、お、ちゃんと受付のところに。おそらく彼女が捕まっているのは、風紀タワーを受けて。だいぶ上の方だろう。うわ、こんな感じなんやね。突き進むしかあるまい。正面から堂々と攻め込む。エレベーターで上の階に行こう。俺は好きだぜ。待ってろよ、エマ。イエーイ、だぜ。今、助けに行ってやるからな。あれ、あれよ。過去に戻る能力。なんか普通にね、攻撃技としても使えるっぽい。メダルがセットできた。普通にエレベーターで向かえばいいんかな。やっつけた方がいいの？もうおらんや。どっちにしろおらんかった。なにこれ、違反行為の報告。エレベーターどれ？え、どれエレベーター？これじゃないの？こっち入り口？あ、ほんとや。どっちから来たかもわからん。うわ、こういう感じなんやね。中は。おはよう、エマさん。ようやくお目覚めみたいね。何これ、どういう部屋？真ん中にソファーだけあるって。風紀タワーにようこそ。委員長の天海エルナだお。よろしく。そんな風紀委員長嫌だわ。今縛られてるから握手できないね。何周りの。なんでこんなことをするんですか？ごめんね。傷つけるつもりはないの。うちのボスがね、エマちゃんの中に大きな力を感じるらしいの。は、エマ大王の存在に気づきつつあるってことか。放っておいたら面倒なことになりそうだって。大きな力って。出てきなさい。この子がどうなってもいいの？エマ大王に話しかけ始めた。一体、何の話ですか？しょうがない。力ずくで出てきてもらうか。何？どういうこと？力ずくって。お腹殴るとか。気絶させる。レッツラゴーモン。へえ、早く出てきてあげて。やめてください。助けてください。ごめんね、エマちゃん。攻めるなら中の人を攻めてね。声は聞こえよんかな。あ、守られた。やっぱり一筋縄じゃいかないか。でもヒントはもらったわ。何ヒント？何フローレンって全て倒せ。なんか時間があるんやけど。面倒だな。このね、ダイナミックネコエンドゲームでこのメモリアルジャンプ。となるがいい。どういう技かいまいちよくわからんかったけど、倒したんかな。そう。ラストダンス。フロア内の敵すべて。はあ？もう。すべてって結構多いんじゃないですか。大丈夫だ。ケビーにメタル。もう。でもまあ無理そうな秒数とかは設定される感じかな。ちょ、他のやつらでやっていけるしか。おりゃあ、どう？全員倒した？エレベーターが使えるようになったわ。もうカウントダウン終わった。よかった。ふう。一応倒した時点でカウントダウンは終わるのね。よかった。移動するまでかと思った。ん？なんか落ちてる。ん？外に出てきたよ、なんか。お、またしても。なに？もみてん。なんか、かわいいような、微妙なような敵がいっぱい出てきたけど。殺さない！一応あれか、今は。何？どういう声？今はとりあえず、カウントダウンはされてないっぽいね。なんかぬいぐるみみたいな敵がいっぱい出てきたよ。
可愛いかも。ダメであります。痛い痛い痛い、君も敵か。うりゃよ、うりゃ。いいだろ。君も敵か。なんかでかいよ。はぁ、倒したんかと思った。ダークブーメラン。倒せてなかった。問題ない。これで決めてやる。なんかこいつ結構強いかも。お前の時間だ。待って、近すぎて。許さない。暴れてー、ごめん。うわぁ、やられている。いつの間にか。うりゃ、そして私は死しよう。爆炎ラット、ウェルダン、百獣ナックル。おりゃおりゃ、イエーイ。待って、拾わせて。消えてないよね。あ、そういう感じなんよね。上から降ってきよんや。どうでもいいけど。さあ、やん、次に進んでちょうだい。くれぐれもしーちゃんね。さっきのやつないよね。どういうこと、おつら。さあ、お、またカウントダウンした。メモリアルジャンプ。やめてよ。メモリアルジャンプどういう技なの。さあ、いまいち見えてないんだけど。ハイプラッシュ。イエーイ。いたか。あれかな、一応カウントダウンがあるやん。ダイナミックネコインド。弱めに設定されたりとか、そういうことは。あ、混乱したよ。おせよ。え、いける、いけます。ハイパービート。あとこの一体で。おー、いけた。ギリギリ。エレベーターが使えるようになったみたい。めっちゃギリギリじゃない。やば、いけんかと思った。焦る。とりあえずあれやんね、私は場所を早く見つけられるようにしないと。ね、その間にめっちゃ時間のロスが目立つよ。どうだどうだ。なに、誰あれや。どうだ、ライムエージェントとかいうやつ。はい、ミストシャドウ。戻さない。どうだどうだって言われてもね。あれ、どれとなるがいい。なにあいつ、なんかまた新しいのがおるやん。アークブーメラン。どうしよう。問題ない。どうだ。こっちもどうだや。どうだ、ヒット。ここは一応ね、あの時間制限がないんで。問題ない。問題ない。おいし、いいだろ。いっぱいポーズ取る。これで決めてやる。ちょっと余裕がある。ダークブーメラン変身。あれ、なんか別の方向向いたけど、こっちにもいたということかい。戻さない。もうやっつけれる。どうだ。ヒット。怖いよ。待って、殴られそう。殴られそう。ダークブーメン。これゴールドタイタン。どうでもいいけど。これで決めてやる。いいだろ。よいしょ、OK。やった、 DG コマンダーゲットした。あれ、何、何にやられたの今。何にかわからんけどやられた。しかし普通に復活している。あ、拾えてないけど、まあ、ラストダンス、まあ、素材やんけんね。もう終わりか。ちょっと待って。はい、すべての敵を倒せ。倒せよ。やっつけれてるか。お、みんななんかこっちにやっつけるけど。エレベーターが使えるよ。早速乗り込もう。マジで？え、みんなやっつけた？え、普通におるくない？ちょっと待って、やられてやられてやられて。ちょっと生き返らせて。仕切り直しだ。しゃっ。え、全然やっつけれてなかったことない。どういうこと？なんなら今もまだ一匹いるくない？あ、やっつけた。やっつけたっぽいけど。え、どういうことですか？謎。とりあえずこれで拾えたかな？ここでなんか強そうな武器とか技とかいっぱいゲットできたよね。お、そろそろ最上階？あれ？いけなくね？おーい、行かせてくださーい。ふっ。来た来た。さっきまでのあのソファーとかは一体どこへ行ったの？ちんぺいさん！とうとうここまで来ちゃったんだ。地球人マジうざい。え、もしかしてついにここと？おとなしく彼女を解放しろ。もう何回も言うけど。いいよ。ついにここと？ああ。ほら。さっさと行きなよ。ん？いいんすか。ちんぺいさん！大丈夫か、エマ。変身とかそういうことは知っとんやったっけ。はい。薄見沢先生の読み通り、エマさんが守ってくれたんだね。うんうん。よかったね、エマちゃん。何かしら罠じゃないの、大丈夫。自分でさらっといて、よく言うっしょ。
まあこれ以上調べてもどうせ時間の無駄だろうし、そう、結局出てこなかったんよね。せっかく遊びに来てくれたんだからお客様をおもてなししないとね。あ、またなんか、いや、直接対決か。エマ、危ないから下がってろ。は、はい、皆さんお気をつけて。うわぁ、大丈夫なんだろうか。何を焦っておる、エルゼメキアよ。気持ち悪いやつや。マゼラ様、ここだけには従うんよね、なんか。お前の力を見せる時ではないのである。あ、マジで？は。ってことはまだ対決はしないと。今のが、マゼラ。声が聞こえてきただけよね。ああ、ボスの命令じゃしょうがないよね。じゃあ、どうしよっかな。そうだ、ユホータ、あの子たち、ちょうだいな。ん、またなんか敵が出てくる？たちって言ったけど、いっぱいいるの。なんかいっぱい来た。犬？リーダーの犬好きだな。プーちゃんです。何？リーダー、プーちゃん。パワーだと父さんよ。スピード担当、ハスキアン。おくわくい。なはははは、アキコだもん。なに、アホっぽいな。ドルル、こう、寡黙な感じ。私たち、みんな揃ってなんだ、戦隊ものみたいな。ギニュー特戦隊。なにその、ギニュー特戦隊みたいなやつ。なんだこいつら。犬好きなんやね。みんなに最初に言っておくね。この子たち、これまで出てきたどのワンちゃんより強いから。それが5匹もおるん？無理ドーベリやピットブルよりもってこと？それが5人も？ハスキアン、かわいいハスキアン。あのさ、ちょっといい？なんだ？あんたらと僕、会ったことある？はって、これがあの研究所とかのやつ。やだ、ブー姉さん、これナンパよ、ナンパ。違うやろ、これは全員女の子ってこと？いや、これが女の子かどうかはちょっとよくわからんけど。モテモテブーだもん。やだ、もうハレンジン。これだから、地球人のオスは。ああ、思い出しました。よーく覚えていますよ、君のこと。やっぱそういうことじゃない？大きくなりましたね。今の君なら、あの時よりいい実験材料になってくれそうですよ。ほらほら、やっぱそうだったっしょ。やっぱ今回のメインは千秋ってことなんやね。さらわれた宇宙船の中で。前回、あれやんね。やった？あの日は、地球の動物と人間の遺伝子を組み合わせる実験をしていましてね。まあ家族死んだけど。それにより生み出される強力な戦闘遺伝子を私たちの体に埋め込んでいたんですよ。ヘビ君の力はいただけませんでしたが、他の子たちはずいぶん役に立ってくれました。他の友達たちは全員こっちに吸収されたってこと？ありがとうございます。お前らがヘビ山、間違いないんだな。ああ、こいつらだ。こいつらが僕の全てを奪った。なら、絶対に負けられないよね。ここに連れてくるってことよね。やだ。千秋先輩がどんだけ苦しかったか。俺はお前たちを許さねえ。強いんすよね。おやおや、お熱いお友達ですね。なら、こちらも全力でお相手して差し上げないと。ちょっと、どうでもいいけど、サクッとやってほしいんですけど。なんか、合体するとかさ、なら早速始めるか。みんなお待ちかねみたいだし。じゃあみんな、存分に楽しむとしましょう。5人一斉にわらわら来られたら、絶対負けるやん。全員強いんやろ。絶対勝つぞ！あの2人よりも。うん！あの時の僕は弱くて、無力で。何もできなかったけど、今は違う。僕は宇宙人は、お前らを絶対に倒す。なんかね、
あーごちゃごちゃしそう。何？コマンドメダルフィニッシュスティングを手に入れた。何？新しい技？たっぷり聞かせてやるっしょ。お前らに殺された僕たちの夢、僕たちの音。あーヘビーに行こうぜ。よし、惜しくていい。行きますよ。うわー5人一斉。ゆきつい。お前らは、きつい気がする。それはお前らだけは。とりあえず早く変身がしたい。いいですね。待って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 、どこに逃げればいいの？その顔がいつまで続くか。イエーイじゃないよ、イエーイじゃ。なんですって？みんな行くぞ。全員ぶっ飛ばしてやる。よし、殴りに来た、殴りに来た。スイーツ研究会員がやっちゃいます。スイーツ研究会員がうろつきよる。え、待って、なんか2人すでにやられてますけど。ヘイ、私はその間に変身してく。アースウォーカー来たぜ。よし、切り直した。おっと、とりあえず復活した。みんな復活してるね。もう、なにダイナミックネコエンド。そういう合体技みたいなの来るわけね。メモリアルジャンプ。きついわ。今の近くじゃないと効かんだよね。ヘビーに行こうぜ。怖い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 。暗いな。君のその感じがなんかイラッとするわ。もう、遅いよ。やるだろ。イラッとするわ。暗いな。この今の間にね、ババ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 。これがあの日、僕たちが受けた痛みだ。千秋、ね、ミストシャドウで決めちゃったよ。まあ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 。お腹が空いてる。ほら、輝くうんちを持って。嫌なやつやね。イェーイ、激突風紀タワーの戦い。は、制したよ。あれ、一人しかおらんくなっとる。最後に倒した剣かな。最後に倒すキャラでここ変わったりする？ちょっと気になる。せめて、一人だけでも道連れに。うわぁ、まだなんか。タマだ、避けろ。おぉ、え、マタロウ？マタロウを道連れにしようとした。やっぱ見た目で判断されたかな。お、なに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 ？なんかガードしたよ。あれ、当たって、ない。何？誰？そん、あ、最後の力振り絞ったのに、せっかく。マタロウ、平気か？何？誰がガードしたの今？たまたま当たらなかったみたい。え、そんなことないやろ。たまたまじゃないやろ。ここがミヌー特命隊ったら、みんなやられちゃうとか、おこなんですけど。どういうことだ？エルゼメキア。エンマとかかな？いや、風緊張、アマミエルだ。なに？今更改まって。今回の誘拐事件はおよそ許される行為ではない。生徒会の決定により風紀委員会は解散とする。直ちにこの塔から出て行ってもらおう。できるんやったらそうすればよかったのに、さっさと。はあ、超意味不なんですけど、なんで出て行かなきゃいけないの？我々の意思は学園の意思だ。この学園で生活する以上、生徒会の決定には従ってもらう。誘拐とかもう絶対いかんやんね。エリナ様、大変です。風紀タワーが生徒会に取り囲まれました。学園マフィアの連中もいます。お、協力し合ってね。手回しがいいのね。あ、キャンプマンじゃん。キャンプマン風紀員だったの？あ、それも知らんかったんや。さあ、どうする？でも逃げることも、でもテレポートができるんやったら逃げれるか。あいつも人間じゃないってこと。オッケー。もうこの学園の生活には興味ないし、エルナ出て行きます。え、
中身が出ていってしまう。マジで言ってんの。それにいいことも思いついちゃったし ね。外見の人間の名前で呼ぶんやね。何？じゃあ皆さん、また会う日までごきげんよう。え、これはエルナちゃん自体を連れて行ってしまうってこと？忍くん、行くよ。え、あ、はい。もうこの器で行動するんかな。これって俺たちが勝ったってことでいいんだよな。とりあえずね、ひとまず奴のことだ。いつか会う日、また新たな悪事を企てているに違いないが、多分パワーアップしてやってくるのでは。風紀委員会を掌握できたのは大きい。とりあえず風紀委員会はこれで解散ってこと。エマさんも助けられたし喜んでいいよね。うん、とりあえずチンペイさん、お、来たよ。チンペイさん、助けに来てくれるって信じてました。うんうん、ああ3回目やもんね。もしもし、僕たちもいますよ。みんなで戦ったよ。ま、怪我もなかったみたいだし、よかったってことで。そうですね。それに千秋くんの友達の仇も。戻るんかな。はあ、みんなのおかげっしょ。美晴、ケンジ、サトシ、見ててくれた。ともあれ、まずは学園長に報告だ。だな、みんなで帰ろうぜ。おー、ママー。もうこの光景を何度見たことかって感じや。なんかちょっとスローやし。うんうん、よかったよかった。うんうん、親子の感動の再会。ぐす、泣けますね。ぐすってそんなはっきり言うんや。痛い思いはしなかったか。お腹は空いていないか。ちゃんと8時間睡眠は取れていたのか。そんなに経っとったん。今日1日のことじゃないのこれ。パパったら心配しすぎよ。え、朝誘拐されての今じゃないの、違うの。ああ、いや、すまん、ついな。数日経っとったってこと。諸君、エマを無事に取り戻してくれたこと本当に感謝しているぞ。しかもあの天見エルナを風紀タワーから追い出せたそうではないか。なんか学園自体から出ていく的なこと言ったよね。はい、風紀委員会はトップを失い、完全にその機能を停止させています。これは下の人たちは風紀タワーに残る残党もいますが、制圧も時間の問題でしょう。ですがどうしたのかね。気になるのは奴らのボス、マゼラの存在です。まだまだ表には出てきそうな感じせんよね。そういや、まだ一回も出てきたことねえよな。会長を消そうとした力といい、明らかに人知を超えている。私も何度か N 星人から情報を得ようとしたのですが、もう隅沢先生も向こう側に置いてるね。誰も口を滑らせることはありませんでした。いくら徹底した組織でもそんなことってあるんですか。あれはおそらく、まあ、あるんじゃない、恐怖で縛られているのでしょう。ああ、マゼラの恐怖にってこと。恐怖めっちゃ強いんかな。やっぱマゼラだかマゼご飯だか知らねえけど、まあ、そんなやつエルナ、俺がアースウォーカーでぶっ倒してやるぜ。確かにアースウォーカーの力は絶大だ。そうなんかな、動かしよる側からしたらあんまり、塔のミケッティオが協力的でないのも事実。あまり頼りすぎるのも危険じゃないか。もうおとなしくなっとん。あとバキエラたちも。となると僕たちそれぞれが戦力アップを図るしかないよね。まあそれは当然。そうだな、いつまた敵の新たな刺客が現れるとも限らん。諸君、一人一人が力を磨き備えるほかあるまい。もっと強くなればいいんだな。どこまで強くなればいいんだろうか。簡単に言うけど何か当てはあるの。ない。はっきりと言い切った。あ、兄貴。ないけど、学園生活をワイワイ楽しめば、マゼラなんてきっと怖くないって。実に安直だが、お前の言葉にも一理ある。そうなの。その通りだ。このワイ学園は日々進化しておる。
強さを求める中でまた新たな道が示されるやもしれん。あ、またなんかミケッティオ以上のその道は必ず諸君の力となり、我々を勝利へと導いてくれるはずだ。今のところエマちゃんの中に俺がいる。行け、ワコードよ。存分に青春を謳歌するのだ。青春を謳歌するんだけどさ、何そこメインなんすか。風紀委員会を追い詰め、束の間の平和を手に入れた僕たちだったのですが。何？また不穏な。なんかまだ学園の中見よりよ。さてと、しのぶくん、これから忙しくなるよ。これ今出て行きよるとこってことかな。どうなさるおつもりなんですか。作るの、今までにない新しい組織をね。どんな。学園とは関係なくってこと思う。国よ。でかい、規模がでかいよ。で、国が学園に攻め込んでくるん。いやー、ないやろ、なにそれ。入ってきたし、普通に。その陰で、とんでもない計画が実行に移されようとしていたこと、この時の僕たちは知る由もなかったのです。とりあえず表向きおとなしくしとるよっていうだけなんかな。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、エルナちゃん学園から出て行ったんかなって思ったけど違うんやね。とりあえずおとなしくしとるだけ。でもそれってなんか何も言われないものなの？学園長とか。ね、謎。